50歳を迎えても、今なお、気づき、進化を続ける一郎氏。4年目を迎えた、高校野球女子選抜、VS 一郎選抜、神戸 CHIBEN の試合後に共に戦った高校野球女子選抜の選手たちに、一郎50が常識を超えた一流の金言と熱きメッセージを伝えた。写真を見る一郎氏バッティングで、 つまりは負けだという考え方は捨てた方がいい高校野球女子選抜に送る言葉前編なお熱きメッセージにあふれた後編は一郎氏怪我した人は実は強くなるそして優しい人になってほしい高校野球女子選抜に送る言葉後編真っ先に浮かんだアドバイスは人に対する敬意がすごく大事一郎 僕がみんなに何かその次に進むみんなに一言アドバイス先輩としてアドバイスがあったらと僕は真っ先に浮かんだのが今年僕がすごく感じるのはやはり敬意なんだよねあらゆるものに対する敬意を持っているよねみんな野球への敬意相手への相手の選手僕たちに対する敬意チームメートに対する敬意見てくれている人たちへの敬意を感じるこれねなかなかモテないんですよ みんな当たり前にそれをやっているけどすごいこれは特別なことなんですだから次のレベルに行ってもみんなすでにそれを備えているのでみんなにとって当たり前のことかもしれないけれどどのレベルに行ってもいずれ野球をやめるときが来てもそれはずっと持っていてほしいですね野球に対することだけではなくやっぱり人に対する敬意というのがすごく大事なんですだから僕は感情を見せない選手 感情はもちろんあるのだけれど、喜びも悔しいことも見せない選手だけれど、それはやっぱり敬意に基づいているところが大きい。いいところでヒットを打ったとか、ヒットを打てば喜んでいる。でもそれは全然なんかこう相手にとって嫌な気持ち、僕全然嫌な気持ちにならない。でもあるレベル、例えば、プロ野球そういうのは僕は好きじゃないんだよね。やっぱり同じ野球。 同じフィールドで戦っている相手に対してもちろん敵だからねプロの世界は特に生活をかけてお互いやっているわけだから気持ちはわかるんだけれどもうちょっとゲームが終わった時にいやいいゲームだったねって言い合えるような関係だったらすごくいいなと思うんですけど。